皆さんこんにちは。文学系 YouTuber のランボでございます。今回は科学哲学シリーズの第3弾になります。前回の動画で近代科学が産声を上げる直前の世界観の説明をしました。我々が当たり前に持ってる科学的な思考のルーツを探っていったという感じです。時間があるときに前回の動画を見ていただけるととても嬉しいです。前回の内容をざっくり要約すると、古代ギリシャの合理的精神が神学を通してキリスト教の世界観に吸収され、神聖にして合理的な存在という神のイメージが西洋世界に広まったと。合理的な神が合理的に世界を作ったわけで、人間にも人間社会にも宇宙全体にも隅々まで合理的な神の秩序が組み込まれているという世界観。そんな世界観の中にあって、自然現象に対する科学的な探求は神の意思を探る宗教的な行為に等しかった。これが近代科学が産声を上げる直前の世界観であり、我々に馴染みのある科学的な思考のルーツであるという話をしました。今日はこの続きです。17世紀から18世紀の西洋社会で、この世界観から神の存在が徐々に薄くなっていきます。なぜ神の存在感が薄くなっていったか、ここを考え始めるとドツボにはまります。テーマが巨大すぎるからです。収集がつかなくなるので丸ごとスルーします。教会の権威が失墜して神を信じなくても怒られにくくなったからと、一例としてざっくりこんな感じで考えてもらえれば大丈夫です。とにもかくにも神の存在感が薄くなっていったと。世界から神がいなくなると何が起こるか、ここを考える方がよほど大切だと思います。我々日本人の大部分は神なしの生活を送っているわけで、神がいなくなると何が起こるかを考えることは、我々のように神なしの生活を送っている人たちにとっては大切なことだと思います。まずはじめに前近代のこの世界観をもう少し深掘りして考えます。注目したいのは、神がこの世界に刻みつけた法則には何かしらの神の意思が入っているという考え方です。神は何らかの計画のもとでこの世界の設計図を書いた。神はこの世界を作って何がしたいのだ。この壮大なプロジェクトの目的は何なのだ。こんな感じで自然法則の目的を考えることを目的論と言います。まあ、簡単な言い方をすれば、自然法則のホワイを問うているのが目的論的立場の人たちです。世界のあり方の意味、例えばどのように物が落下しているのかではなく、なぜ物が落下するのかを問うという立場です。法則自体ではなく法則の意味を考える立場です。例えばこんな感じです。無重力では地上の生き物たちが生活しづらそうだ。だから神は我々が生活しやすいように重力というものを与えてくれたのだ。こんな感じです。この目的論的世界観を深掘りしていきます。まずはじめに神が何らかの目的を持って世界を創造します。この神はギリシャ哲学の精神を受け継いだ合理的な神なので、世界には何らかの合理的な秩序が刻みつけられていると考えます。この合理的な秩序を歯車マークで表現しています。この歯車は神の目的を実現するために回転します。歯車の回転が始まると世界はどんどん変化していきます。歯車の回転は次の歯車を回転させ、規則正しく世界は変化していきます。これを因果律の連鎖と呼びます。この世界のあらゆる変化には原因があって結果があります。その原因をずっと遡っていくと、そこには創造神がいるという考え方です。たった一つの神の目的を実現するために自然法則が駆動する世界観です。この世界観にはいくつかバリエーションがあって徐々に変化していき、最終的に神が消えます。
順番に見ていきましょう。こちらが一つ目のバリエーションです。一番キリスト教サイドに怒られないタイプだと思います。刻々と変化していく歯車マークのそばに神を表示しています。この図によって何が言いたいかというと、神は最初の一撃で一番目の歯車を回転させた後も引き続き歯車が自分の目的に沿うように動いているか見張っているという考え方です。ちゃんと動くようにメンテナンスしたり力を加えて動かしているようなイメージです。神からしたらめっちゃ忙しいです。キリスト教の信者からすればいつも神様がそばにいる感じがして安心するかもしれません。この一つ目の考え方から外れたのがデカルトです。こちらがデカルトバージョンの図になります。歯車のそばにいた神が消えています。これは歯車はパーフェクトにプログラミングされているので、神が最初の一撃を歯車に加えた後は何もしなくても世界は勝手に神の目的を実現するために動いていくという考え方です。神は世界の創造の時しか登場せず、あとは寝ていて OK という感じです。このデカルトの考え方に反発したのがパスカルとニュートンです。なぜ反発したかというと、この図を見てわかるように神が図から消えつつあります。ほとんど寝ています。なのでパスカルとニュートンからしたら神をないがしろにしているように見えたのかもしれません。ですが今度はニュートンがライプニッツから反論されます。神がいつも歯車が正常に動いているか見張らないといけないっていうことは、最初のプログラミングを神がミスってる可能性があるっていうことかと。全知全能の神がミスるはずないのだから、君らの主張の方が間違ってる。こんな感じです。こういうのを神学的論争というのでしょう。私には正直な話、考えても仕方ないことに思います。ですが自然法則のなぜを問うた人たちにとっては、神がどのように世界に関わっているかを考えることは切実な問題だったのです。デカルトの考え方からもう一段階変化が生じます。次はスピノザバージョンです。こちらの図では人の形をした神が歯車マークに変わっています。キリスト教の神は人格神です。普通に預言者に向かって話しますし、人の形をして人間と殴り合いをしたりもします。神の一部分とされているキリストなどはほぼ人間です。神とはそんな人間っぽい神ではなくて、自然法則そのものであるという考え方です。こうなってしまうと図が歯車マークで埋め尽くされてしまいます。この歯車には神聖なイメージが伴ってはいますが、神が世界の外側から最初の一撃を与えるというイメージ、自然法則の外側から歯車をメンテナンスしているというイメージは薄れます。たった一人の超越者という具体的な人格的な一人がいなくなって、因果律の連鎖の全体、この世界のすべてに超越者が溶けていってしまうという感じでしょうか。先ほど説明した目的論的世界観は、誰か具体的な超越者が一人いるという世界観と相性がいいです。誰かが何らかの目的で世界をこのように創造したと考えるわけで、その具体的な一人が世界全体に溶けていってしまっては、特定の人格的な誰かの目的を考えにくくなります。目的論的世界観が徐々に崩れていきます。神の意志だとか神の目的だとか、何らか超越的な人格心を前提とした世界観がなくなってしまうと、自然現象の意味を考える必要がなくなってしまいます。そうするとどうなるか、なんで神は世界をこのように作ったのかを考えるのではなく、どのようにこの世界は動いているのかということのみ考えるようになります。そこには何らかの意味はなく、法則のみがあるからです。こういった図になります。図から神と神の意志が消えて、神の目的を失った自然法則だけが残りました。この世界観は我々現代人の科学的な世界観そのものです。
そこには秩序だった法則のみがあります。この宇宙全体から意味が失われました。 XYZ 軸の座標が宇宙の果てまで張り巡らされていて、均一均質の無意味な空間が広がっているだけです。どんな場所も数字で表現することができます。ピタゴラスの影がちらつきます。この世界観では困ったことが起こります。因果律の連鎖を遡っていった時、そこに何もないのです。ビッグバンのことを思い浮かべる人もいるでしょうが、仮にビッグバン理論が正しかったとしても、ビッグバン以前の原因からビッグバンを説明することができず、なぜビッグバンが起こったのかという一番初めの根本原因を科学で説明することはできない理屈です。それでは科学者たちはこの問題をどのように解決したか。これは簡単です。我々が普段そのあたりの合理的に絶対に説明できないことをどう処理しているかを思い出せばいいのです。無視します。しかとです。根本原因についてはスルーします。両文が違うという感じです。世界の根本原因を考えるのは宗教や哲学の両文です。科学ではそこをスルーします。自然現象の意味を考える難解な問題から科学は解放されました。広く西洋哲学史という視点に立てば、17世紀から大変な時代が続いたと思います。唯一神という揺るぎない軸がぐらついたわけですから、なんで自分らが今こうして存在しているのかも、神の創造を抜きにして考え直さなければならなかったでしょう。神とセットで語られた善悪の倫理観も改めて作り直さなければならなかったでしょう。超越的で強力な神の視点が失われて、ぽっかりと思想に穴が開くという感じでしょうか。空席の玉座をそのままにして中世の世界観を受け継ぎ突き進んでいるのが現代の科学であるという見方もできるかもしれません。合理的に秩序だって統制された世界観です。神がいようがいまいが合理的に美しい世界観であるという点で、中世と近代科学の世界観はつながっています。科学はなぜを問わず、どのようにこの世界が動いているのかのみを説明し、それをもって世界のことを分かったことにしました。言い換えると、法則を数式で表現できることイコール世界を分かったこととしました。厄介ななぜ問題は、宗教と哲学が引き受けて、科学はどのようにの探求を進めました。ところで、この役割分担を肯定的に捉える立場の人と否定的に捉える立場の人とがいます。アメリカの哲学者ケン・ウィルバーは、科学と宗教の統合で近代以降のさまざまな思想をこの二軸で捉えて丁寧に整理してくれています。彼は役割分担自体は肯定的に捉えるけど、どちらか一方にポジショニングしてもう一方を否定する人は間違っていると主張します。簡単に言えば、役割分担は OK だけど喧嘩するなよってことです。役割分担なのですから、自分担当じゃないところにまで口出ししてはいけないという感じです。中世を通じて役割分担はもちろんありませんでした。宗教、哲学、科学で言えば宗教一教です。哲学も科学もキリスト教の一部に取り込まれていたという感じです。対して現代はどうなっているか、ある面で状況は変わってないとも言えるし、全然違うとも言えます。変わってないところをフォーカスすると、今度は逆に宗教に代わって科学が力を持ちすぎているという話です。ダーウィンの進化論によって、旧約聖書の創世記はどのようなダメージを負ったかを考えればわかると思います。神がエイヤと人間をこの世界に登場させたわけではなくて、猿から徐々に進化したであろうことをほとんどの人が信じています。科学的に正しいとされていることを我々は正しいこととしています。それは中世においてキリスト教的に正しいとされていることを正しいこととしたのと似ています。
突然変異と自然淘汰の合わせ技じゃなくて、ある日突然神によってホモサピエンスの集団が創造されたのかもしれません。特定のある日の証拠が消えて、その事実が進化論的学説に飲み込まれている可能性だってあるわけです。中世と変わった点で言えば、科学も宗教も互いに殺し殺されるというような深刻な対立をせずに併存している点です。うまいこと再化したという感じです。科学者は創世記を信じている角でキリスト教徒を異端審問にかけて殺したりはしません。キリスト教サイドも積極的に科学者を攻撃することはしません。基本的には沈黙しています。ケン・ウィルバーは一方の立場にポジショニングして、もう一方を攻撃する人たちを否定しています。こういう人たちは結構いるようです。大槻教授 VS 神秘思想家なんて例を持ち出すのは古いでしょうか。小林秀夫は科学について以下のように語っています。これは何か分かりづらいチャンネルさんがコンテンツの中で引用していた文章で、私も感銘を受けたので引用させていただきます。科学と宗教とバランスよく付き合っていくヒントがあるかもしれません。いきます。もし科学だけがあって、科学的思想などという滑稽なものが消え失せたら、どんなにサバサバして愉快であろうかと。合理的世界観という科学という学問が必要とする前提を人生観に盗用などしなければいいわけだ。科学を容認し、その確実な成果を利用している限り、理性はその分を守って健全であろう。これに準じて感情は真面目に偶像崇拝を行って恥じるところはないだろう。そんなことを空想する。小林秀夫はそんなことを空想すると言っています。空想すると言わざるを得ないくらい、小林秀夫が生きた当時においても科学的合理的世界観が幅を利かせていたということだと思います。言わんや2024年現在において親です。今日はこの辺で終わります。次回は今回紹介した因果律の連鎖をもう少し深掘りできたらいいなと考えています。この世の出来事は全部決まっているのか、そうでないのかという話です。これ関係で出てくるのが運命だとか摂理だとか偶然と必然、確率、自由意志と決定論なんていう考え方たちです。科学の世界で言えば、今回説明した通り、科学が産声を上げた当初は因果律の連鎖によって初めから全部決まっている、全ての出来事は計算によって予測可能という立場を取っていました。アインシュタインも神はサイコロを振らないという言葉を残していますよね。ですが、量子力学の不確定性原理のところで、どうも全部決まっているとは言えないというふうに考え方が変わってきているようです。原因に対して必然的な結果があるのではなく、どういう結果が生じるのかわからないという考え方です。全部決まってるのかどうかというのは、科学哲学の世界でめちゃくちゃホットな話題だと思います。頑張って自分なりにまとめてみようと思います。今日はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価、コメントなどございましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた。